大滝新思考有録火曜日に各週で登場政治学者の中島たけしさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします爽やかなよ。解禁の白い半袖シャツ暑を暑くて暑くて東京暑いですね本当で今日が公開中の映画浜のドンで注目の藤木幸男さんはいはい 松原文枝さんというテレビ朝日の方ですけれども「うん、が浜のドン」という映画をです、ねうん、撮られてドキュメンタリー映画ですけれどもこれがあの5月5日に公開になったんですけども、うん、大変あの話題になっていると。うんうん ということなんで「すね集英、うん、写真書」でも同名のタイトルで松原さん本書かれていて、うん、これがあの発売そろそろという感じなんですけれども、うん、ここで描かれている「浜野ドン」っていうのが、うん、今小島さんおっしゃってくださったように、うん、あの藤木幸雄さんという方なんですね。はい、で皆さんどこでこうご記憶があるかというと、うん、この方の横浜にですね、うん えー、カジノですね、うん、IR がこう作られるっていう話になった時にあの反対をしたボスのような方なんですね横浜やっぱりあの公安労働者っていうですねなかなかこうあれ ね、荒れている人たちとかが非常にたくさんいたりするような現場で荒、うん、くれ,もののくれものですね <laughs> そういうところでこういろんなことを仕切ってこられた方で、うんまあ、藤木企業という企業の、うんえー、トップを務められてきた、うん、さらに横浜の、えー、と幸運協会の会長っていうのをされてきて、うんうん、まあ,あの長い間横浜はそういろんなことを仕切ると同時に まあ自民党のですね有力者たちともかなり強いパイプを持ってきたそういう方だったんですけれども数年前、当時の市長と林市長がですねあの横浜市でこのカジノを含む IR というのに誘致を表明したときにそれはならんと命をかけて反対するというふうに記者会見をやったことで注目をされた方です。 で僕この記者会見をぼんやりとですねあのテレビで見ていたんですけれども、うん、あるところであの本当にあのピッとです、ねうん、うんっていうふうにして、うん、あの僕自身が重要なことをおっしゃったなっていう,ふうに思った箇所があったんですね。どういうことをおっしゃったかというと彼はこう言ったんですね港の先輩たちがこの地で汗,汗を流し血を流し死んでいった人たちがいっぱいいるその方々が何か言いたいのだろうと思う。 死んだ親父に横浜の将来をちゃんとしろよ、バクチ上はやめろよというふうに言わされていると感じると、うん、いうふうに彼はですねこの記者会見の中でおっしゃったんですね。うんうん つまりここ反対をしているというその根拠が死者の声っていうところにあると、うん、で死者と一緒に自分は戦っているんだということから表明された時に、うん、僕自身がずっと考えてきた政治学のすごい重要なところと触れてくるものがあったんですね。うんはい、でそれは僕自身はずっとこう民主という考え方と立憲という考え方の緊張関係という問題を問題にしてきたんですね。 どうしても民主主義っていうのは、うん、あの今生きてる人間の過半数が賛成すると、うん、いろんなことがこう通っていくというシステムですよねしかし立憲主義憲法っていうのはどういう存在かというと、うん、いくら過半数の人がこれイエスだというふうに言っても、うん、それやっちゃダメですよっていうふうに脳を突きつけてくる存在なんですね、うん、例えばあの表現の自由っていうものを今生きてる人間の半分の人たちがある程度抑制してもいいんじゃないかと、うん 政府がそれをです、ね、こう抑圧してもいいんじゃないかというふうに言ったとしてもです、ねうん、そう考えたとしても、うん、憲法は表現の自由というものを犯しちゃいけないというふうに書いてあるので、はい、それはあのいくら過半数がイエスでもノーなんですよね。うん、というふうに民主主義とこの立憲主義義ととと立憲いいうう考え方でですすねね、うん、のはねぶつかるるころがあんじゃあどっちが優位なのかというのは憲法学で結構難しい論争として議論されてきたんですけれども。うんうんうん 僕はあのこの戦いっていうのが争いっていうのは、うん、あの生きてる人間と死者っていうですね、うん、それぞれの主語の違いだと思ってきたんですね。民主主義は生きてる人間人間、うんはい、主義は死者、ね、つまり過去に生きていろいろ積み上げてきた人たちですね。はい、うん、そうなつまり民主主義はどどしててもも生きるる人間の投票にけ 立憲主義というこの憲法っていうのは、先人たちが多くの亡くなってきた人たちがいろんな失敗体験をしてきたわけですよね。はいはい、で、その上で表現の自由とか、うんうん、あの出版とかそういうものを規制しちゃいけませんよとか、うん、あるいは三権分立はちゃんと守らないとおかしくなりますよとか、うんうん、っていうことをですね、死者がこう未来に託してるっていうのが実は憲法というものなんだと思うんですね。で、僕ね憲法の条文で一番好きなというか、憲法、うん、日本国憲法の中で一番重要な。 条文だと思ってるのは97条という条文なんですねどういう条文かというとこの憲法が日本国民に保障する基本的人権は、えー、人類の 幾年にわたる、えー、自由獲得の努力の成果であって、はい、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、うん、現在および将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものであると書いてあるんですね。<ー> つまり重要なのは人類が長年の間いろんな失敗をやってきたまずその努力の成果でありですねそれは死へに耐えて残ってきたものであると、うん、でその大切な失敗の経験の上に蓄積されてみたものを未来に対して信託ですね、うん、信じて託すんだっていうふうに書かれているんですね、うんうん、つまり憲法っていうのは死者の声っていうものの集積であるっていうふうに僕は考えた方がいい。 なので民主主義は常にこの憲法っていうものに制限を受けているっていうのが立憲民主主義という考え方なんだろうというふうに僕は考えてきたんですね。なるほどで、うん、浜野ドンの藤木さんはですね、うん、僕はこのことをおっしゃってるんだと思ったんですね。うんうん、でであのの早速ですねあの藤木さんの辞伝 出ししててらっしゃっゃ、ねうんね、んか演歌のタイトル名のようなんですけどもと、うん <laughs> ね、いう自伝を出してらっしゃってこれはあの2004年に出てるんですけど、うん、取り寄せたんですね、はい、そうするとこの本の構成が非常に面白くて全、うん、ページ345ページなんですけども、はい、前半のね150ページぐらいが、うんうん、自分の話書いてないんですよ、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんの話と徹底的に書いてあるんですね。へ<ー> <laughs> 普通自分が生まれたところから自伝って始まると思うんですけどそれね150ページぐらい経たないと出てこないんですよ。 を生い立ち以上にその親とか、はい、あるいはおじいちゃんおばあちゃんとかそういう人たちの関係性、はい、死者との関係性の中にこそ自分というものの本質があり、うん、そういう人たちと一緒にこう生きているんだっていう感覚が、うん、彼の中に非常に強いんですね。はい、で、うん、特にこの、まあ、彼はですねお父さんの仕事を引き継いでいるんですけれどもこのお父さんですねあの藤木幸太郎さんっていうんですけれども、うんうん、この方のですね、うん これまでやってきたことっていうのをすごく重視されているんですねお父さんがすごくあの苦労されたのは、うん、やはりあの横浜の公安労働者たちっていうのをしっかりとこう生活を安定させようとしていたんだけれども、うんうんうん しかしこのいわゆる博打によって身を滅ぼしてしまったりとか、うん、あるいは違う世界に行ってしまったりとか、うんえー、生活が安定しなくなって家庭が崩壊したっていう人をたくさん見てきたと。うん、なのでとにかくそちらに行ってはいけないっていうので、うん、お父さんは自分でもうこう。うん 鳥羽みたいなのを開いて、うん、そしてあまりにも貪さぼらないようなうん、うん、反社会的な勢力に行かないような形で、うん、安全圏でこう爆地をやってなんとかそれで、うん、あの生活をですねおかしくしないようにっていう場所を作ったそうなんですね、うんうん、やるならここでやりなさいとそうなんですね<ー>そっちに行くなとそれはあ,のあまりにもこうなくなってしまうと、うんえー、そういうようなことで、まあ、非常に苦労されてきたと、うん、でそれがずっと自分にのしかかっているんだと。うん、だからあの 自分はやはりですねこういうカジノの問題 IR っていうのがあった時には親父が何かを言わせようとしているとあそこの公安労働者たちでいろいろとこう血を流してきた人たちがそういうことは横浜でやっちゃいかんっていうふうに俺に言わせているんだっていうのがこの時の記者会見だったと思うんですね。 つまりね、生きてる人間だけで決めちゃいかんよと、今生きてる人間の欲望とか都合とか利益とかだけでこの町を壊しちゃいかんっていうのが彼の言い分だったんだと思うんですね。でこれは僕あの、今の民主主義考える時にすっごく重要な、死者も主権者として尊重するってうんですかね。はい、大阪は IR が決まりましたね。はい そうです,、ね、ですからあの大阪の僕も大阪出身なんですけれども。はいはい やはり橋下徹さんが昔、グレートリセットなんていうことを言ったんですね、やっぱり今までの蓄積とかではなくて、一気に何でもかんでも今の都合によって変えることができるっていうのが、グレートリセットっていう言葉の奥にある、僕は人間の、今生きてる人間の過信だと思うんですね。そうですね、今の私たちが儲かればいいですっていう、そういう非常に近視眼的な、そういうような見方だと思うんです。 けれども藤木さんとは違ってやっぱり今生きてる人間世界っていうのは過去の人たちが作ったことだしその教訓の上に成り立ってるしその上に に立たなないいいと未来にバトンタッチができないっていう死者と未来の他者と一緒に対話しながらいろんなことを決めないといけないっていうのが彼の感覚、うん、藤木さんの感覚の中にあるんだと思いますそれは藤木さんのお父様がじゃあそのまあ公安、えー、で働いてる方々が、まあ、仕事がきつかったり、はいろいろあってで、はい、まあじゃあ爆死で憂さ晴らしするかっていって、はい、そこでまあ非常に人生をこうあのね、うん、あの辛い目にあったりとか、うんはい、戻ってこられない場所まで行ってしまったりっていうのを見てきたっていうことで、はい に対して自分もそれをもう守らなくてはならないと、うん、そうです、ね、責任を持っていらっしゃるので、うんうん、カジノはいりませんとそうです、ね、おっしゃったということですねだから今こういう場所に立った時に死者から言わされている。うんうん っていう風にから記者会見で思わず言ったんだと思うんですね。うん、僕はこの感覚がすごく重要だと思っていて、うん、でこのことをですね一度あの書いたことがあるんです。はい、そしたら藤木さんが読んでくださって、うん、それであの対談をさせてもらったことがあるんですね。うん、でその時に僕自身は藤木さんも現在92歳でいらっしゃるんですけども、あの柳田君よという人が先祖の話っていう本を書いていて、はい、その話をさせていただいたんですね。うんうん で柳田邦夫はあの晩年なんですけども戦争中に調査をしている時にあるご老人の方と出会ったでこのご老人の方が「いやもう自分はやることはすべてやったのであとは先祖になるだけです」っていうふうに言ったそうなんですねでそれにあの柳田邦夫はあの大変感銘を受けていて日本にも大変恩恵な穏当なですねすごく素晴らしい思想が残っているとあの人には死んだ後にも仕事があるって言ってるんですね。 つまりちゃんとご先祖になるっていうことは自分は今ちゃんと立派に生きて死んでいかないといけないとで死んだ後にはあのおじいちゃんは偉い人だったよとあのおじいちゃんが天国から見てるんだからこの悪いことしちゃいかんよっていうふうに言われるようになると自分もそうあのおじいちゃんはっていうふうに仏壇の上の写真に指さされて言われてきたと。 なのでで死んだ後にも仕事があるわけですよねそれはいわゆる家父長制でそのあのおじいちゃんだから偉いとか、うん、そういうことではなくてそうですねいろんな先人たちですよね、うん、亡くなった人たちで、えー、その人たちが私たちを見つめていると。でその方々が立派なことを残してくれたからそれを守らねばっていうことですね。とするとやっぱりですねこの先祖っていう考え方っていうのは。 未来のの他者と対話にもなるわけですよね僕たちの人生は死んで終わりじゃなくて死んだ後にもまだ見ぬ他者たちとあの人はこうだったんだよっていうふうに言われることによって対話が成立をしていると死んだ後にも役割があるとだから今精一杯生きないといけないというふうな思想として柳田君は受け取っているんですねでそのことをそういうことじゃないですか藤木さんのお考えはっていうふうに申し上げたら藤木さんこうおっしゃってくださったんですね。 中島さんの話を聞いてよくわかりました私は死んだ親父や先輩たちの思いを背負ってカジノに反対してきたけれども、うん、こういうことをやるのは俺で最後だろうなというふうに思う時がありました、うんえー、俺が死んだらこういうことを言うやつはいなくなるだろうなというふうに思うと寂しかったけども、うん、それはおごりですね、うん、俺で終わりだなんて思うのは生意気だねまだ先があるということですねこれで私は死んだ後も戦えますというふうに言うんですね。 うんそれね僕ねグッとくるものがあったんですね。すねだから今カジノっていうのは徹底的にやっちゃいかんというふうにおっしゃってなかなかね、うん、本当にはね魅力ある方だったんですね。うん、はい。いやそのねそ,その方だけじゃないよね。うん、もうその本当に死んだ後にも仕事があるって、うん、やっぱり、うん、胸打つ言葉ですね。うん、本当だよね。 そうだったのかって。うん、ね、ちょっと、ちょっと涙が出そう。ちょっとびっくりしちゃって。<laughs> ねえ、それで神宮のこととかも思いましたよ、今、ね、私<え>、神宮外苑のこととかもね。うん、いろんな社会のね、問題、<ー>本当に。いや、ちょっと。 本当尊いこと、なんか大竹様私も若干泣いている、若干目が潤んでいる。ありがとうございます。えっとこの浜のトンテーがは現在公開中公開中ですね。はい。なのでちょっと私もぜひ見ようと思ってますが、ぜひぜひ劇場に足を運んでみてください。素敵な話をありがとうございました。ありがとうございました。おたけ紳士高誘録今日の担当は政治学者中島武さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。